こんにちは、速塾の久保です、えー、ここ2、3年の感染症によってですね、私たちの暮らしは大いに歪められたと思います。でも、正確には私たちの暮らしを歪めたのは感染症だったんでしょうかそれとも感染症を扱いきれなかった、誰かのためなんでしょうか、えー、今回ね、ベストセラー、コロナとの死闘という本。こちらね、本は全く読んでませんけども、レビューが面白いんですよ。 レビューがねだからそのねこれほどまでにレビューを見たことないですよ私はねちょっとこちらをご覧くださいはいこれがコロナの首都西村康稔長でございますねさあずーっと下いきますよレビューが面白いんですよこれはね、はい、えっとまあなんせね閣僚が書いた本で93%の星1つつまり超低評価なわけですよ いや、こんな低評価の本見たことないですよ。しかもね、名だたる有名な閣僚が書いたわけですよ、これは。はい。じゃあ、レビューを読んでみましょう。じゃん。何が死闘だ国民は愚策と死闘で苦しんでいるのに。パンデミックが始まってからのコロナの政策が何一つ効果もなかった。緊急事態宣言の乱発によって多くの国民の大切な時間や経済活動の機会を奪った。過剰な対策によってコロナ禍、 以降、若者の自殺が最強となった。今後は PCR やワクチンで無駄になった税金の付けを我々や後の世代が払わなくてはいけないだろう。政治家や医師会はろくに効果を実験せず、コロナを利用して国民を独裁的に支配したことを謝るべきではないか、ミスリードしたことを謝るべきではないか。こんなダサくを書いてる書いてる暇があったら、こんな打策を書いている暇があったら、こんな打策を書いている暇があったら、効果を実証したり、国民に詫びたり、 海外などの現状を踏まえ、早急に元の生活に戻す方が先ではないか。全く読むに値しない。私たちの税金を返せ。私たちの出会いを返せ。私たちの大切な時間を返せ。<laughs> ああ、許すまじ、はんはんはんは,んはんっていう言葉がね、なんか浮かんできそうですけども、過ちは繰り返しませんっていうね。え本当にそんな感じになっちゃいますね。うん、コロナとの死闘ってなんか、お前が戦ったのかよみたいな気持ちになりますよね。次です。 死闘の結果、大失敗のはずなのにドヤ顔。もともとドヤ顔ですね、この人ね。死闘という言葉を使わたり、国民をイラッとさせるものがありますね。私は頑張った、とでも言いたいのでしょうか。さて、日本のコロナ対策が非常に滑稽なものが多かった。日本が何をやったか。専門家として集めた医師は、経済のことなど考えずにゼロコロナ思考だったが、政府はそのまま鵜呑み。<laughs> マスメディアにコロナの恐怖を煽らせまくる。 経済をどん底に落とし、国民を貧しくさせた。過度なコロナ対策で運動不足を促し、生活習慣病を多発させた。ねえ、こういうのも増やした。学生のメンタルを崩壊させた。もちろん、若者のは増えた。中小の飲食店だけを協力金で儲からせた。非科学的な無検証な政策ばかりご利用しで進めた。 例えば無意味と分かっている緊急事態宣言を発令して企業を潰して経営者の <laughs> を促す。もちろんその家族もどん底貧乏生活へまっしぐら。要するに経済を潰して国民を貧しくさせてさらに運動不足による生活習慣病不健康まで生み出してしまった。生活習慣病というのはとても深刻でコロナにかかるリスクを受ける方がまだ健康的である。もっと言えば高齢者の運動不足に直結する。 いや本当に残念だよ。これを成功したと勘違いして、死闘などとドヤ顔されるとは思わなかったもん。本を出版して売名するほど暇な政治家がいる一方で、本当に死闘しているのは経営者や労働者です。ね。4203人が役に立ったという、共感しているというね。はい、次。うーん。よくこんな痛ましい本が出せるなと。うん。えっ、ー、と、 岸田政権がまだ収束宣言もしていないタイミングでこのような、これ痛ましいですかね。うん、疎ましいかな。本を出すことが理解に苦しむ。この男がやった行き過ぎた自粛、教養で多くの現代世代が、現役世代がにした。ねにもかかわらずタイトルが死闘。本当に呆れるしかない。これも上島竜兵さんが亡くなったこのタイミングで、本当に恐ろしい人間が担当大臣をしていたと再認識した。敵はうちにありということ よね、まああの、まあ、いろんなね国際間の紛争でも敵側に自分の陣地のなんかスパイを送り込むのがいいって言われてますけどね日本を国内から崩壊させるのが戦わざる戦争なのかもしれませんはい次です「抗が無知とはこのこと」「仕事上政治家の端緒は全て目を通さないといけないのでこれも購入」「独語の感想はタイトル通り抗が無知とはこのことか」であるうん よく街歩けるな。彼はコロナ禍で何をしていたのか。コロナを過剰に恐れる傾向にある高齢者。うーん代表でお得意様に合わせて、過剰なコロナ対策を推進していただけだ。メリットとデメリットを照らし合わせて検討するなどの作業をせず、ただ緊急事態宣言などの措置をできるだけ早く、広い地域で長く行っていた。酒類の提供停止に応じない飲食店に対し、取引、金融機関から 順守、えー、を働きかけてもらうよう求め批判が殺到すると趣旨を十分に伝えられなかったと言い訳をした国民にマスク着用を求めながら自分はマスクを外した状態で、えー、談笑する写真をツイッターに投稿し失笑を買っていた合理的な意思決定など何もなかったそんな政治家がいかにコロナ禍で困難な決断をしてきたかを語る本を出版したのだ彼の給料はコロナ禍で減ったのか彼はコロナ禍で生活を脅かせるような経験をしたのか 冗談じゃない。こんな本は普通の神経だったら恥ずかしくて、そしてコロナ禍によって苦しんでる国民に対して申し訳なくて出せないだろう。こういうのを高顔無知というのだ。うん、なるほど。3000人以上の方がね、その通りだと言ってますね。もう一個読んでみましょうか。帯でここまでイラッとさせるのは天才。うん、まさにね。<laughs> えぇ、ー、結果経済破壊担当大臣であった出世率の低下を20年も早めたデータへ根拠に基づかない 強権的な意味のない政策を行い多くの国民高齢者を除くを苦しめた厚労省はこの2年何の効果検証も公表していないそれに基づく施策も実行できなかった医師会所属医師が私服を肥やしたまだ意味不明な過剰コロナ対策をしている状況で本を出す抗が持ちさこれは戦犯ですわと2752人の方が役に立ったと私も役に立ちました <laughs> 押しときましょう <laughs> ゴミ <laughs> 材料はずっとなった木に謝る木。<laughs> 短いけど辛辣ですね。役に立ったら押しときましょう。はい。ありがとうございます。ええー、すごいですね。もう一個いきましょうか。売国。東日本大震災復興支援で過去10年に使われた予算の倍以上の税金77兆円をたった1年で溶かしたあなたは、もはや経済破壊担当大臣です。そして出生数、えー、婚姻数激減と。 少子高齢化をさらなる拍車をかけた。中小企業は次々と倒産し、生きる希望を失った若年層のうんは急増。国益を大きく損ねた、ぐさくしろぐさくとしか言えません。と <laughs> 役に立つコメントですね。す <laughs> べては利権のため。なんかこうやって読むのが止まんないでしょねえ。まだまだあるわけですよ。すべてのレビュー参照しますって書いたらね、出てきますからね。いや、こんなね、レビューがね、気持ちいい本はなかなかないですよ。 どうですかこれ。本を読むよりも、レビュー読んだ方が面白いなんてね。レビューのベストセラーができそうですね。ぜひこのレビューをまとめて、出版されてはいかがでしょうか。え西村経済担当大臣、いかがでしょうか。ね。いつでもマスクっていうのがね、印象に残りますけどね。なんかね、国が考える最大の、なんか指示が、マスクをせよって。 うん、それだったらね近所の町内会長でも言ってるよマスクしようよ風が流行ってるみたいだからありがとうございます面白かったです